一番下。ローカルでプレイです。うん、うん。ローカルでプレイ、いいよ。音入ってるもしかして。もう大丈夫。やっていいよ。今ローカルでプレイ入った。うん、ローカルでプレイ入ってる。絶対使うじゃん。いやいや、もう使わないよ。なんだって、なん使うの？ローカルでプレイって言って、ローカルでプレイって、あれ入るじゃん。バンって。かっこいいの。かっこいい字体のやつ。ローカルでプレイ。何回も言うな、お前。めんどくせえから。いけ。押して。俺が選べるじゃん。じゃあ選ぼう。ガチガチに固めてくれ。ガチガチにだ。ちげえ、俺が始めたらこうなっちゃう。あー、戻れなくなった。進め。切り替え、とりあえず進め。ちょ、待って、違う。で、進めは戻れるから。ほんと？ほんとほんと。え、これでいい。これあれば完全に、出られる。あれ？うん。で、俺入ります。あ、またローカル。余ってるなって。なってると思わない。オッケー、押して。キャンペーン。うん。うん、こん、セーフハウス行こう。難易度、待って、難易度見て。あ、待って、レギュラー？レギュラー？中で変えられるんじゃない？ドローンと戦闘ロボットの普及によって、なんだこれ、人間の兵士への依存は大幅に低下した。見たよね、多分一回。見てない？わからん。先ほども言ったように、現時点でこれ以上なかった、こんな映像。あった気がする。うん。飛ばしいよ。飛ばせない。ウィンズローここだべ。外交的解決策を模索する。飛ばせない？この地域の。またシェアボタン押しただろ、お前。押した。押せないんだって。あ、来た、丸でスキップ来た。なんだろ。あはは。前回の続き、丸押して。え、俺待って、男のまま？俺女になってる？うん、これ、女になってる？なってない。あれ？あれ、もっとかっこよくなってる。そんなだったっけ？あれ、おかしい、俺。女になってない。男でいっか。やっぱあの、あんま隠すとね、楽しくない。俺たちはどこにいるんだ。あ、帰られた、帰られた、向こう。俺の一番好きな場所だ。本当に好きな場所を全て。もう俺マスクかぶってるから何でもいいんだけど。隔離エリアで新しい連絡員と会うことになってる。これで行こう。なるほど。うわ、考えた。うれ。やつらの政府はあるか。鉄砲鉄砲。ね、出らんない、お前のせいで。あ、武器。あ、違う、これ違えや。武器変えれんの？パソコンで。ヘンドリックス、連中をいつだって監視をしてるんだ。今更驚くことじゃない。あ、データベースか。DJ になって気難しくなってるじゃないか。固まるんだよね、すぐ。固まる。お、動かなくなったよ。なんだ、これ。動かねえや。四角だ、四角。あ、ほんとだ。下に書いてるじゃん、なんか。そうか。どうやったっけ、俺前回言ったっけ。装備の編集ここじゃん、ほんとだ。あ、これだ。編集したくねえんだけど、見えねえし。もうね、もはや字がちっちゃすぎてね、見えない。それじゃあ。これでね、流しておこう、曲。俺はサブマシンガン派だから。ダン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 。曲かっこいい。ほとんどロックされて使えねえし。あ、サラといいや。リフレックスサイト。あ、いろいろつけられる。何？
クイックドロー。しかもコスト10までとかないでしょ、多分、うん、ランチャー、あ、ランチャーね、特に変えることね。爆弾系。これは？ここら辺は？壁伝いに走れるようになる。もともと走れたし。うん、全部つけてんな。いや、ショットガンのカスタム作る、俺は。ハフガプロ。ショットガン。終わったら行ってください。ちょっと待てや。終わったら行ってくださいって言おうと思ったけど、うん、いいや。スナイパーライフル。待って、あとサブマシンガンだけ作って。サブマシンか。ストック。オッケー。待って。今はカスタム1。掃除のスタン。ミッション行くまんま？行かない。次のミッション。行かないんですか？なんで勝手に行くんだよ。行けちゃったよ。しかも個人個人で行けんのかよ。ね。あ、お向こうの装備も見れるんだけど、選べんだけど。L1、R1 で。ほんとだ、でもこれでいいや。挟み地。よーし、行こう。出発だ。かっこいい。今の。出発だ。ヘンドリックス。うーわ、書く？なんか。あ、なんもねえじゃん。虫かごじゃね？虫か、鳥かごじゃない。ちっちゃく虫かご四角くね、なんか。結構ちっちゃくない虫かごで。虫かごの方が怖いけど。なんで、なんで虫かごの方が怖い。下も網あるんだよ。鳥かごってだって、こう、これだけ、あの、下開いてるじゃん。ね、下、鉄製のなんかこう。うんうん、しかも全面網だから下からも本当に中心で浮いて真ん中に見てなかったじゃん喋っちゃったからあれだろ、あの倒せばいいんだろヘンドリックスに従って倒していけばいいんだろ。あいつに従うかどうかは俺ら次第だ。それはお前だけだよ、従ってないの勝手にどっか行くし。いや、ヘンドリックスなんか違うんだよ。もう自分つめ忘れちゃったな、あの、世にも奇妙な物語の、タモさんの登場仕方するやつ、誰だっけ。うまさを伝えられないなんて。ちょっと音でかいな。テレビ？レーションばかり食いまくってきたからな。うん、この味はたまらん。ちょいでか。ちょっと先。うまくするモジュールがあったよな。勘弁しろよ。本物の良さがわからなくなる。うん、よし、投げんな、危ねえな。銃一緒じゃねえか。指定の銃を使わなきゃいけないんじゃないの。マジで高い、高い。なんでここまでリンネガンにする必要があるの。よし、始めるぞ。どういうこと、そういうこと。そうそうそう違う人物なんだからさ。ここは無法地帯だが進めると思ったが進めなかった。ダッシュする気満々に大丈夫、そんなむき出しでヘンドリックス。嵐が直撃すれば風速66メートルの風に見舞われる、ね、俺もだけど。これを使え。飛ばされたら面倒だ。ね。折たたみ。ケイ。この風じゃどうせ使えねえ。通信システムのスクランブル。何この銃。あんま無駄遣いしていけないやつだ。なんかどんどんついてこいってな。こまん。やはりそっちじゃない。どっちか。なぜイモータルズが貧民街を襲う。どっちだ。欲しいものがあったんだ。あ、わわわわ。機密資料が CDB の手に渡れば、ウィンズローアコードにとって計り知れない損害になる。ドローン攻撃の許可を待つ間、そちらは奴らの妨害に向かってくれ。了解した。これより向かう。
走れなくなった。ね、何か動きが。お。おっと。バイオ？バイオ？バイオハザードよ。あれゾンビなのかな。うん。なんかやばい、でかいやついる。ロボット。お前じゃねこれ。ロボスーツ。妹たちの組織だった人身売買を行う。痛い。左フック入った。痛い。サマーフックだ。鼻折れたな。首に何をつけたんだ。爆弾するあれ。首輪で逃げられないようにしている。爆弾するあれ。ドン。エリア外から出ると爆発するやつな。そうだよ。ボンってなるよ。毒針のタイプかもしれない。毒針？内側に？内側に。おいヘンドリックス。やめておけ。俺髪入ってるほら。俺髪入ってる。俺ボス。マスクとか。うわボコボコだ。ひで。うう。おお結構このゲーム映すんだな。グロ注意。じゃああいつはもう許さない俺は。もう俺怒ったぞ。